シャオの池田秀一さんと毎回飲みに歌舞伎町に消えていったなっていうなんせこんな頃から知ってるからね、不思議なんですよね、突然緊張してますいやいや、走る時も静かに走るんですよすごいですよね。いやいや、富ちゃんもな、古川さんのはすごいだって開始で17、18でしょ。そうですね、お二人ともすごいんですよ。僕さらに年の差あるんだ当時の15はどうやってアフレコしたかって全然覚えてない。覚えてないしね、ほとんど覚えてない全く覚えてない。そうですね、鈴木さんに関しては、シャオの池田秀一さんと毎回飲みに歌舞伎町に消えていったなっていうそれぞれ敵役なんだけど仲良しなんだな二人はそういう印象がありましたけど井上陽さんはお料理が上手で、みんなで陽、ね、さんの家まで、はい、家ってね、カレーをご馳走になりに行ったりとかしてたんですけどうちにも送ってきてもらってました、食材とかレシピとかも。そう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 、はい、いただいたりしてました。はい、調味料シーズニングにもすごい詳しくてね、ものすごい棚のところにこう数並んでてね、こだわってたもんね、いろんなこと。鈴木さんもね、お芝居でバラ座におられて当時、それで自分も劇団やってたもんですから、それ客演してもらったり、2回ぐらい客演していただいたんですかね。だから芝居の方でこうよく話があってたようなところありましたね。僕は飲まなかったので一緒に飲んだ記憶はあんまりないんですけれどね、でもよくお二人は言ってたのそうだよね。何回かもちろんお仕事でご一緒させていただいたことはあるんですけども、僕プライベートっていうか草野球チームに入っておりまして、その時の同じリアルしてるんですか、成田さん。そうですそうです。もうさせてしまったんですけども、それだったら違和感だけ知られるんだね。谷口隆さんが監督で、レッドブラスっていうチームがありまして、そこで一緒にご一緒にやらせてもらいましたね。はい、静かな方だなと思いましたね。野球やってる時も静かなんですよね。もぐもぐとこう野球に打ち込む方で、走る時もなんか静かに走るんですよ。静かに走る。静かに人向きにこう走る。あれなんですよ。そういう方なんだな。私井上陽さんは本当3歳くらいの時にデパートで。はんちゃんっていう声をかけら、母が多分声かけられて、はんちゃんっていうのをすごく覚えてて印象的で、ね、そう、はんちゃんね、そう、母のことはんちゃんって言って、で、あ、娘さんなのって言った時にこうやって目線に合わせてお話ししてくださった姿がすごく印象的でしたね。めぐみちゃん、僕はこんな頃からやっぱり知ってるんですよね。よくね、はんちゃんが喋ってる時、この子めぐみって言ってみたいな感じであ、皆さんにお世話になってました。僕からからすごいレディーになってびっくりしました。なんかその声を引き継ぐとはっていう形ですね。もうその当時は何も、もうそうなる未来すらも想像できてなかったのでそうだよ、びっくりしましたね。でもオリジンでもうセーラーはね、完璧に確立されてますよね。すごいですよ。そうですね、まあアムロに関して言えば、本当に43年間毎年のようにゲームとかいろんなコラボとかメディアとかで、ずっとセリフを収録し続けてるので、改めてその役作りっていうのは特にしなくても、いつでももうアムロはここの心にあるので引き出せるっていう存在なんですけど、まあ15話のアムロを見た時に、なんか すごくこうもう戦闘慣れしちゃってて、 しかもなんか必死だなっていう、余裕がないなっていう感じのイメージだったんですけど、この映画に関して言うと、もっとこう柔軟性のあるイメージで、昔のアムロよりもちょっと幼い、ドアンや子供たちと触れ合うことによってアムロが次第にこう変わっていって、打ち解けてって、なんか家族の一員になっていくみたいな、ところが描かれてるので、あえてその昔の43年前のことは忘れて、新たに
安室を演じてみたいなと思ってやったんですけど、あの安彦先生からダメ出しを今回収録しててされたんですけれども、それはの子供たちに対する返して独特のメンタリティがあるんですよっていう話、今更ながらそれ言われて、あのちょっと自分で恥ずかしかったけども、でもとても嬉しかったですね。直接ダメ出しされたのは43年やってて初めてのことなんですけれど、子供たちへのっていうのはそのいわゆる会の目線として子供たちに対する優しさですよね、一言で言ってしまうと。そういうものがたった一つのセリフでもこう現れるような、そんな演じ方を求められたんだと思いますね。ですからちょっと乱暴に僕が喋ったセリフに対してもっと優しさを込めてくれというようなダメ出しありました。それ非常に印象的な出来事でしたね。そうだったんですね。はい、確かにかえってちょっとニヒルなキャラクターではありますけれども、はい、まあ、かつる月間性仕方とかも、そうですね、ジュリア・アミリーに対してもそうですし、常にこの小さい目でこの子たちが見てきたんだっていうようなことを言って、まあ、子供側に立っている目線ですよね。そういう批判精神みたいなものが後のジャーナリスト魂みたいなものにこう昇華していくっていうような、キャラクターですよね。だからそこのところちょっと僕がきつい言い方したのがちょっとダメ出しされたんだと思いますね。まあ、彼はとっても責任感の強い方なので、今回も多分もう館長としての責任をひたすら貫く人だったですね。必ずもう彼が出てくるたびにもそういう人、一途なそういうキャラクターのイメージを貫いているので、今回もそうなのかなと思って。でも女性とその訪ねてきてちょっとこう弱音と言いますか反省するんですけど、あすごくあこういうところもあるんだなと思って、とっても逆に嬉しくて、こういうシーンがいっぱいあればいいのになと思いましたらしい、そういうところがとっても魅力的だなってちょっと垣間見れたところが嬉しくて。今までオリジンの方で携わらせていただいてはいたんですけども、今回もうホワイトベースに乗ってから日も経っていて、皆さんとの関係性がもう出来上がりつつあるところからのスタートっていう形だったので、それをこう言葉の機微とか会話のやり取り、皆さんとやっぱり今回一緒に撮れなかったのがすごくあれだったんですけど、なんかその言葉とかのその関係性をその一言にギュッてギュッて持っていけてただろうかっていうのをやっぱりこう自分でも意識しながら演じさせていただいてはいたんですけど、歴代ずっと愛され続けているキャラクターたちですので、なんかそのなんか皆さんが持たれているものを守らなきゃなっていう気持ちもどこかあったりもしたんですけど、はい、でも出来上がったものを見てやっぱりこう一緒に撮っていなくてもそれがやっぱりあの関係性の中がホワイトベースに乗っかってるんだなっていうのを改めて感動しましたね。はい、トールちゃんが変わらないんでね、全然お互い様ですか、本当に言うんですか、あとおかげで必死で僕も一生懸命よく言うでも今でも未だにねそれやらせていただけるって本当すごいことだなと思いますね。ありがたいですね、うん、そうですね、うん、43年ですからね、はあ、っていうか何十歳若返ればいいのとか、そうです15歳です、はい、すごいですよね。いやいや本当にトールちゃんはな、古川さんのはすごいだって開始で17、8でしょ。そうですね。ねえ、で2つぐらいしたでしょ。うにゅっさとはないって言われますからね。お二人ともすごいんですよ。僕さらに年の差ある。オールちゃん化け物ですよ、本当に。いや、よく言われる。そのままお返しします。いやいやいや本当にすごい。お母様にちょっと似てる。最初に送られたなって感じたり、ね。本当ですか。うん。ちょっとした言葉の足足にちょっとレッスンだかとちょっと。なんせこんな頃から知ってるからね、不思議なんですよね、突然こう、うん、今ちょっと緊張してます。いやいや、めぐみちゃんがお母さんに似てるっていう印象は一度も僕はないんですけど、はいはい、僕は今回のあの PV 見てて、あ、似てるって思もうジオリジンでね、やっぱり、うん、セーラーずっとやってるからそれ聞いてるのでね、全然違和感ないですけど、もちろん、うん、うん、成田さんにと関して言ったらもう本当にブライト
まあ、本当に鈴木ちゃんじゃないかって一番最初の時すごい人だね。一番最初聞いた時本当に違和感ないんでびっくりしましたね。最初に、うん、よく研究されてるなと思ったら聞かなかったですね。聞かないでしょ。すごいです、うんうん、すごい研究しました。嘘です。あそこまでねできちゃうっていうのはびっくりしましたよ、うん、だからねきっと2人ともそのブライトのルックスから来るイメージとかキャラクターのイメージで役作りされたわけだと思うんですよね。それこそ鈴木さんも、うん、でそれがきっとなんだろう演技のアプローチの仕方が一緒なんでしょうねきっとね、うん、白目がない感じの声ですよ、ね、そうだよねってどういうんだいそれいやそういう感じですよ、ね、何もそういう違和感ないって言われるのが一番嬉しいですね。でもやっぱりほっとします、うんうん、これまた違うとかなんかちょっと合わないとか、うん、気持ち悪いとかいろいろあると思うんですけどちょっと辛いですよね、うんはい、でもなんかそうに言われると本当ほっとします、うん、救われるような気持ちでこれからも頑張りたいと思います、はい、個室もだって似てるしねですよね、うん、両親一緒なんじゃないそういうことはないまた違う話ダブルはそうですチワがこうやって劇場版でこう皆さんの愛情が紡いできたもののおかげできっとまたこうやって今の時代にも見ていただいていると思うのでもう見どころは全てなのでどうか本当にこう劇場で見られる機会っていうのもね本当贅沢なものだと思いますしなのでメッセージ性もやっぱり今の時代だからこそ見てほしいですし今の時代じゃなく未来にも未来今後ずっとこの先もずっと見ていただきたいなと思いますしなんかその人の変わらない思いみたいなのだったり人がこう分かり合いそうで分かり合えないところだったりっていうのもなんかずっとあ永遠と続くテーマなんだなって思っていてそういうのがもうこの贅沢な時間にギュッと収まっておりますのでぜひ劇場で何度も足を運んでご覧いただければと思います。43年の月日と、そしてその改めてガンダム その作品の奥深さと重さと、全てをこう感じて、楽しんでいただけたらなと思いますね。あのブライト その厳しいですがとても優しいところ、後で反省しちゃうような可愛らしいブライトをどうぞ堪能していただきたいと思います。あのもうどこをどう撮っても素晴らしい作品に違いないので、もう全てのキャラクター、それからもうそれに携わっていただいたその声優さんとか、あとスタッフさんとか、もう全てがもう完璧なので、あの本当に何度も足を運んで楽しんでいただけたらなと思います。会話は一言言っちゃうと二面性が魅力なんでしょうかね、あの好きな方はね、きっとね。医者に見ていたり、皮肉っぽいところがあるようだけども、実はそれは、ちゃんと物事を見ようとする批判精神であったりジャーナリストのうちにつながっていくというようなその二面の楽さが魅力じゃないでしょうかね。あのやっぱりアムロを探すとかっていう今回の話でもね相当強い思いがあるんですよ。一言のセリフでこう表せるところあるんですけどねそういうところ見てほしいなと思いますね。作品的にはもう言うまでありませんね。あの安彦先生は僕は非常にリアリストだと思うんで SF でもあのそういうものではなくて現実非常に現実リアリティのあるもう世界中で今起きていることそのまんま描いているなっていうのは感じが、いつも犠牲になるのは弱いものであり小さいものであり、そういうその安彦さん の視点ですよね。それを楽しみに見ていただきたいと思います。まあ、本当に40年ぶりにスクリーンに帰ってきた15歳のアムロの魅力を堪能してほしいと思いますし、あのアムロはニュータイプで本当に、ガンダムの操縦は一番上手にできる、能力も持ってるパイロットであるんですけども本来の、こうとっても純粋で潔癖症で、でさらに本当はちょっと内向的などこにでもいる少年、なのでそこの部分今回結構描かれてると思うのでそこを味わってほしいっていう気持ちがあります。それから、まあ、安彦先生のジオリジンに関しては
シャアの過去編はアニメ化されましたけど、その後の一連戦争の部分に関しては、まあ、今回初めて一つのエピソードだけ取り上げられましたが、とてもいい話がたくさんありますし、できれば、その後の続きを全部アニメ化していただいて、アムロをもっとたくさん演じたいなって、思ってますんで、ぜひファンの皆さんのお力をお借りしたいです。うん、はい。